はい、皆様こんばんは、小村と申します。今日はですね、ミラーズの方で面白い編成組めましたので、それの紹介をしていこうと思います。ではこちらの編成のコンセプト的なものですけれども、悪魔ホムラが被弾なしでメモリアつけずに2ターン目にドッペルを打つという編成になってます。まあ、各キャラの役割の方をさらっと言っていこうと思いますけれども、マドカの方は固有スキルの MP 自動回復を仲間に振りまくということで、まあ、悪魔ホムラにそれを付与すると、まあ、セナミコトちゃんも同じです。まあ、仲間に対して MP 自動回復を付与しますと。でヘルカちゃんは、まあ、こちらも仲間に対してですけれども MP 獲得量アップの効果を付与しますと。魔球の立ち位置ですけれども、光属性の攻撃を吸ってもらう立ち位置になります。そのため悪魔ホムラよりも防御力が低ければ魔球じゃなくても大丈夫です。闇属性のキャラであれば誰でも大丈夫です。では実際に本当に溜まるのか、今から皆さんに見ていただこうと思います。では始めていこうと思いますけれども、私がリスナーだったら、本当はメモリアつけてたんじゃないのというふうに疑う可能性も当然あると思いますので、あ、メモリアつけていませんよねという確認ですね。これははい、つけておりません。ではスキルの方打っていきます。ヘルカとマドカだけ打っていれば最低限大丈夫ですけれども、まあいろいろとありますので、魔球以外は打っておきましょうと。まあ、今回の主役がちょっとゼロマドカではなく悪魔ホムラちゃんにちょっとなってはいますけれども、明日短期編成で、マドカちゃんのちょっと動画を出そうかなと思っていますので、まあ、そちらの方ももしよろしければ見ていただけると幸いです。まあ、それと、まあ、動画出したからには、そうなんでしょうという話なんですけれども、本当に MP150 溜まると思います皆さん。私が悪魔ホムラ実装された時にはたまると思っていませんでしたね。その時は154たまってたまると、まあ被弾なしで、しかもヘルカちゃんまでたまってますね。まあ、被弾なしでメモリアつけずにたまる時代が来るとは、思っていませんでしたね。これでさやかちゃんサバイブついてるんで抜けないんですけれども、いやまさかでしたね。まあ、キャラそれなりに持ってる人であれば、まあ、こんな感じでメモリアなしでも組めると、まあ、キャラいなくてもメモリアそれなりに持ってる人であれば、まあ、多少充実していなくても、まあ、敷居がかなり下がったかなとは思います。まあ、昨日の配信で少しだけやりましたけれども、まあ、ゼロマドカとの組み合わせであれば、まあ、今まで悪魔ホムラにはその MP 獲得量アップ4っていうアビリティを2つつけないとっていう話がありましたけれども、まあ、それつけなくても、まあ、MP150 を貯めることもできるというのは、確認しておりますので、皆様のお手持ちで、十分悪魔ホムラを2段でドッペルまで貯めて打つっていうことも可能かもしれないので、ぜひいろいろと試して遊んでいただければと思います。ではご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様です。